大谷が投手として1軍デビューする前日、清原は Y はこの登板で二刀流にケリをつけるべき決断の登板にすべき。二刀流は球団の話題作りに過ぎない。中途半端なまま球界を去るのだろうぐらいに思っていた。開幕してから2ヶ月。彼の打撃を見ていて考えが変わった。客寄せパンダで終わらせていい選手じゃない。もし1年間打者に専念したら Y がプロ1年目に残した成績を越すことができる。その可能性を秘めた選手だ。あいつは本物の天才。もしも、明日の投球で、野茂や松坂のようにルーキーでもストレートで三振を奪える球を武器として身につけているなら投手一本でいけ。それは天性の素質。きっとメジャーでも通用する。一流の投手にはなれると思うが、野茂松坂クラスの怪物には及ばないと思ってもらいたい。だったら、打者に専念してほしい。Y がこれほどまで魅了され褒め抜いたルーキーは大谷だけだ。と語っていた。佐々木よし、これ好き。一人称 Y。清の予想通り世界の大打者と一流の選手になったな。投手も一流と評価してるのは軽眼。サンキュー清。1年目から大谷の打撃を押してた OB ってほんまに少なかったからな。今まさにこうなってるよな。投手として通用してるけど変化球主体でかわさなきゃならん。バッティングはガチもん。この当時専念すれば丸々になれるって言ってたやつめちゃくちゃ多かったな。よく考えると二刀流がそもそもいなかったから専念と二刀流でどう違うのかみんなわかってなかったと思う。まあ今もやが。清原解説も面白いし見る目もあるんやけどな。二刀流ってどっちも同じくらい頑張ろう、やなくて本投手一本でやらせるけどもったいないからバッティングもやってみたらってノリやったんやな日ハム。